こんにちは、兄です。今日はウルトラ怪獣 X06、電脳怪獣サイバーゴモラ、こちらで遊んでいきたいと思います。スーパーソフィータイム。はい、サイバーゴモラなんですけども、これはね、怪獣って言っていいのかよくわかんないんですよね。ジオがゴモラのね、スパークドールから、作り出したサイバー怪獣っていうことなんですけども、なんだろうね、その粒子をこう、大地がなんかこういろいろやって定着化させて、このね形状を作り上げて、まあ、実体化させるっていう、まあ、そういう実験でね作られてるものなんですけども、まあうまくいかなかったんですよね、ずっと。まあ理由としては何話だろう、12話でね、いろいろこう、まあ、語られてるんですけども、まあ大地の実を案じてね、ゴモラーが実体化しないようにしていたみたいな感じなね話だったんですけども、まあ本編っていうかテレビの中では、まあね、大地のピンチにまあ助けに来てくれるっていうかね、実体化してくれるっていうような、まあ形で、まあ、登場してね、すごいメカニカルな感じなゴモラなんですけども、でもシルエット的には普通のノーマルのゴモラにすごい近いっていうかね、この辺の顔周りの感じとかはもう本当にゴモラだなっていう感じですよね。カプセル怪獣みたいなイメージでいいのかな。なんかあれ、アスナがそのピンチの時にね、また呼び出したりとか、ちょっとこう召喚魔法みたいな感じなところもあるんだけど、うん、イメージ的にはこうカプセル怪獣っぽいイメージが僕の中ではあります。それではね、サイバーカードから見ていきましょう。 DK026 サイバーゴモラタイプ G なんですけども、まあサイバーゴモラだからカードもねサイバーゴモラですよね。今までね、サイバーゴモラのカードいっぱい販売されてるんですけども、過去のものとはやっぱりデザインがちょっと違いますね。001のゴモラここにあるんですけども、うん、こんな感じでそのポーズがね違います。他のカードはどうだろう。これはカードダスだったっけな。はい、CK001 のサイバーゴモラはこんな感じですね。でこれはなんだろう、もうね、何のカードだか今パッと出てこないな。ここのね CAK とか CK とかね、そこら辺で見るんだけど、あ、さっきのはウェハースか。でこれがカードダスだ。でカードダスのゴモラとも違うんだけど、これはねこれね、一番最初の BK001 のサイバーゴモラと同じなんだよね。うん、まあそういうわけで、今回のソフビにくっついてるカードは絵柄がねまた違うポーズになっております。裏面はこのような感じで、026サイバーゴモラタイプ G、 古代怪獣ゴモラをモチーフに作られたサイバー怪獣だ。身長40メートル、体重2万トン、オリジナルのゴモラは強力なパワーであらゆるものを叩き壊せる。まあね、有名なシーンですね、大阪城を叩き壊してるシーンなんですけども、パワーは半分よりちょい上ぐらいですね。でこの裏のね絵は BK001 のね裏面と全く一緒ですね。番号が変わってる以外は特に変化は感じないです。それではソフビ本体見ていきましょう。全身はこのような感じでね、ロボットみたいです。で普通のゴモラと並べるとこんな感じですね。背丈とか、まあ、そこら辺は全部一緒なんだけども、首のね盛り上がり方がねこうちょっと違うっていうか、ここら辺ね、ゴモラはこうヌッと上がってちょっと降りるみたいな、降りてはいないんだけど、ここら辺平らな感じになるんですけど、サイバーゴモラの方はこうなだらかにねこう盛り上がっていくっていう感じですね。うん、ちょっとピントが合ってなかったね。顔周りはですね、結構ね塗装が細かく入っていて、この青いラインとかね、目の部分とか、この鼻先とかね、口の上の部分とか、すごいね色分けがいいんですよね。で背面はいつものねこう無塗装な状況なんですけども、とにかく顔周りが本当に綺麗。そしてね、肩の部分が銀色に塗られていて、腕の部分はねサイバーゴモラの特徴的な G のマークっていう感じですね。胸の部分は X のこの、うん、字が書いてあって、足回りとかもね、ここら辺細いメカニカルなラインとかがね、本当にはみ出しなしで綺麗に作られていて、うん、すごい綺麗でかっこいいと思います。足のね爪のここの部分もね、メタリックなブルーが塗られてますね。なかなかかっこいいと思います。サイバー怪獣は
なんとなくね、この後は出ないような気がしてます。まあ結局リアライズって言ってね、実体化して大地を助けてくれた怪獣がソフビ化されるんだと思うんだけど、今後こんな感じでね、その実体化できるスパークドールスの存在はなさそうなんで、まあこの後ね、映画とかそういったところでまた新しいもの出てくるかもしれないけども、多分サイバー怪獣のシリーズっていうのはゴモラ以降はないんじゃないかなと、思います。中途半端にね出てもそれはそれでね困るし、まあゴモラがね特別な存在で、まあ劇中でね使われてるので、こういう形での、まあ、ね造形化だったんじゃないかなと思います。でこの後ねまだレビューしてないんですけども、メカゴモラがね発売されて、このゴモラシリーズがね3体こう並べられるっていうのはすごい嬉しいです。じゃあ音声の方ね確認していきましょう。はい、音声はこんな感じでした。スパークドールズのね音声がリアライズっていうものに変わってましたね。実体化する時の音声で、こちらのねサイバーカードの方は、001のサイバーゴモラと全く同じ音声でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。